シャオキロン・シャチャロングは、中華人民共和国、フランスハイルイソーの白亜紀中頃中ロニアンのカルカロドントサウルス科の獣脚類の恐竜の絶滅属の一つである。模式種、シャオキロン・マオルトエンシス・エス・マウレチュエンシスは、もともとキランタイサウルス・マオルトエンシスと命名されて、いたが、2009年に再記祭、再分類が行われた。 ホロタイプイベップ v 二千八百八十五点一から七は一個体分の頭骨断片、同 C、六つの押しだけで構成されており、基地の唯一の標本である。本標本は内モンゴル自治区で発見され、九百六十四年にキランタイサウルス属の種として記載された。チューレとローハットは二千二年と二千一年に、その属には含まれないと指摘し、おそらく原始的な、 コエルロサウルス類であるとした。しかしながら2009年にブルサッテラはそれをアジア初のカルカロドントサウルス化として再分類した。本属はもともと疑問名アラシャンサウルスアロションサウルスが用いられていた。イベップ V2885.1 はおそらく生態化、それに近い個体だった。上顎骨に基づく全長は5から6メートルと推定される。 大体骨は6 1 5トルで体重が約5 0 0ラムになったことが推定できる。ブルサッテラの系統解析によるとシャオキロンはかなり派生的なカルカロドントサウルス類である。カルカロドントサウルス類はアロサウルス上化の中で最も進化したものである。シャオキロンは同じローラシア大陸のカルカロドントサウルス類よりも ゴンドワナ大陸のそれにより禁煙であると思われる。シャオキロンは、ローラシア大陸のアロサウルス浄化の中で最も新しい時代のもので、このことは、白亜紀中頃ではまだティラノサウルス類ではなく、基盤的テタヌラ類がその地域の支配的な大型住脚類だったこと、及び彼らカルカロドントサウルス類が、キエティラノサウルス類が大型捕食者として、 対等してきたのは、白秋の最後になって、突然起こったことであることを示唆する。以下のクラドグラムは2013年ののばすらの分析に基づく。ありがとうございます。